頃、弱って河口に逃げた頃、今がチャンス頃、急ぐ頃。久しいな、相棒。おめえは必ずここに来る。俺はそう信じてたぜ。ガノンに乗っ取られたこのルーダニアを奪い返しに来たんだよな。なら、まず内部の構造を示したマップを手に入れなきゃならねえ。あれがマップの情報が入った誘導石だ。あそこへ向かえ。今思ったんだけど、なんか声がドラゴンボールのナッパじゃない？気のせいかな。あら、真っ暗になった。おお、ドロドロのやついるね。こいつはもうちょっとハンマーで殴るか。うわ、ちょっと真っ暗っていうの初めてのパターンだな。松明持ってるけど使えないかな。あ、あったあった、松明あったぞ。これに火をつけて、うん、大したことないな。若干でも効いてるか。いや、持ってるって。宝箱とか開けちゃうとこう火が消えちゃうんだよな。こっちかな。これに誘われてきたけど全く違ってた。あ、これさ、なるほど、そういうことか。そうだ、宝箱で松明が出てきたってことは、そうだ、火つけていくんだ。なんか出てきたっぽいな。とりあえずここ空いたから行くか。あ、こいつか。ちょっと待って。うぅ、あ、ここにもあったぞ。これか。真珠のマップを手に入れたな。マップをよく見な。光っている印が真珠バ・ルーダニアを制御する端末だ。ルーダニアを取り戻すためには制御端末を全部起動させなきゃいけねえ。託したぜ、相棒。ああ、ようやく明るくなった。やっぱあれだ、真っ暗の中と光がついてるんじゃ全然違うわ。これなんか葉っぱが絡まってんのかな。うーん、ちょっと松明だと届かないから、こうか。これで火をつけて、火ついた。あらら、
開くかなこれ。あ、おお、押せばよかったのね。めっちゃ引いてたけど。ここにも葉っぱが絡んでるね。残りの制御端末はあと4個。その調子だ、相棒。この枯れ草もちょっと焼いておこうか。お、宝箱。ここにも制御端末あるよね。なんでちょっと神獣を動かすか。あ、こいついるな。神獣を動かすんだけど、ここにいればいいかな。オッケー、いた。この真下だな。よし。残りの制御端末はあと3個。よし、急ごうぜ。右手になんか穴が開いてる。食材があるね。ってことはこれで火をつけるとか。あ、いた。うわー、すごいことなってんねこれ。なんか地図を見ると多分この火の奥に制御端末があるんだよね。これちょっと消すのはどうすりゃいいんだろう。めっちゃ燃え盛ってるけど。ちょっと向きを、あ、ここにあるじゃん草。燃やして、なるほど、こいつを使うのか。これで火を塞ぐ。でも熱いと思うんだよねこれ。え、嘘、これ本当に。ああ、やっぱり死んだ。私が守る。あ、こういうことだ。間違えた。こっちで行きゃいいんだ。残りの制御端末はあと2個。もう少しだな。うわわわ、熱熱熱熱。神獣の外に出たら相変わらず熱いんだねこれ。おっと、これか。なんか開いたなこれ。多分これ転がっていくでしょ。おお、どこ行った。あ、来た。またこれ向き変えんのか。痛い。ああ、来た来た来てる来てる。あれ？下に降りた。
あ、多分こいつが邪魔してこの下まで降りてきてない。これがなんかストッパーみたいな感じになってきた。あ、なるほど、ここにはまって。残りの制御端末はあと1個、あと1個だ。さあ最後の制御端末いいかな。これで向きを変えて、お、宝箱あるね。古代のコア。目ん玉。お、これか。これが制御端末だったのか。はこれで全部だ。メイン制御装置を起動させられるようになったぜ。マップをよく見な。新しく光っている大きな印があるはずだ。そこへ向かえ。けど気を抜くなよ、相棒。メイン装置どっかで見た。あ、この下だ。これあれじゃないの、炎ガードがここで戦うことになるんだよね。炎ガードも必要になるな、これ。あと一つあるけど。作った化け物だ。100年前俺は不覚を取っちまったが、おめえならきっと。さあやっちまいな、相棒。奴の体験に気をつけな。